はい、皆さんこんばんは。9月25日月曜日、361回しゃべくりましての時間がやってまいりました。今日の松代はですね、まあ、朝からやっぱり朝ちょっと寒いかなと思うんですけど、日中はやっぱりね暑いっていう形で、今日も松歩センターエアコン入れてね、今生中継しております。昨日はですね、まあ、松代全体って言えば全部じゃないですけども、あれですね、秋の市民運動会っていうので結構ね、いろんなところでやっておりましてね、賑やかだったという形になります。今日のゲストをご紹介いたしますけどもね、川中島徘徊研究会代表の竹村正夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回ですね、川中島徘徊研究会ですね、はい、川中島平の、こういう区費廃学の研究書を発刊しましたいう形でですね、今回は竹村さんをお迎えして、お話を伺いと思います。まあ、4700を現代、ですね、作った、まあ、結構7年間だって言って書いてありますけども、はい、結構頑張りましたですね。そうですね、うん、まあまあ、この会がどういう会なのかっていうのは、まあ、ちょっとあれですね、お話ししていただければいいかなというふうに思いますけど。そうですね、はい、まあ、区費はですね、路傍とか神社とかお宮にあります、はい、神社とかお寺にありますがね、はいはい、これがそうね、どちらかというと、はい、区費、あ、区費に行きますか、はい、どちらかというと石碑に刻んであるというんで、まあ、あまりなんていうか保存はね、はい、悪くない状況なんですが、はい、うん、この俳句の方はですね、はい、木に墨で書かれて俳句が書かれてるっていうことで、はいはい、年月が得ると、はい、だんだんに薄れてくる、うん、それからお宮とかそういうところでは外のところにかかってるもんですから、はい、風にあって、はい、ダメになると、まあ、そんなことがありましてね、はい、できるだけそういうのを保存しようかと、うん、こういうことで研究会を発足いたしました。あ、なるほどね。まあ、ちょっとあれですけども、研究会を立ち上げる前に、ね、竹村さんこういう冊子を作ったっていうのでちょっと持ってきてもらってね、これはどういうあれなんでしょうかね。まあ、私の高校時代の恩師、はい、が松尾敦之と申しますけれども、はい、原爆に長崎で会いまして、ええ、でそれの句を作ったのが全国的に評価されまして、はい、現在ではフランス語とか中国語とか英語とかに翻訳されて、ええ、世界的には知られた方なんですが、日本ではね、ええ、あまりまだ知られてなかったもんですから、ええ、私ちょうどまあ、恩師のことを思って、うん、本を編集というか作りました。なるほど、ね、はい、はい、まあ、それいきさつがこういう形で、これ見ると竹村厚夫さん、厚さんだけども違うな、称号配合が厚夫さん、はい、厚夫さんっていう形です、はい、これはやっぱりどういうあれなんでしょう。松尾敦之の厚をいただきまして、うん、で王を入れて厚をと、うん、厚をですね、こういうふうにいたしました。でこれ見ると、はい、西条生まれだって書いてあるね。はい、私、ま、西条です。西条でね、はいはい、まあ、結局こういう形で、最初がこの、はい、書っていう形になりますね。はい、はい、じゃあ続いてですね、こういう、はい、川中島ね、こういったものが発刊されたというんですけどね、はいはい、区費廃学っていう形ですね、はいはい。まあ、この新しくて、まあ、今やおっしゃっていましたけど、うん、こういうその廃学が結構あれになってはいるんですけども、はい、調べるにはどうやって調べるんですかね。だってこの風にさらされて見えないよって言った時はそうなんですよね。どういうあれで、まあ、いっぱい今昔のフィルムカメラがね、はいはい、フィルムじゃなくてデジタルになってますから、うん、それを撮ったのを、はい、パソコン に入れまして、はい、そして、そのパソコンからプリントアウトして、うん、分かるものは、うん、そのまま皆さんに配布して、うん、解読してもらおうと、うん、まあ、解読っていうのは今の現在の言葉に
直すというふうに考えていただければ、うん、なるほど。ところが見えない、うん、これは割合に 見えていますけれどもね、はいはい、見えなくてなっているものについては、うん、ビデオカメラの中でですね、うん、こういうのもそうだね。あ、そうなんですね。これほとんど見えない絵だけは見えてあのビデオカメラに赤外線装置が入っているのを使いましてね、はい、そして、そうするとあの 木が染みている炭でが染みてる、はいはい、それがあの赤外線で撮ることができると。でそののをまた同じようにパソコンに、入れまして、はい、そして、でもそれでも一人じゃ無理なもんですからね、うんうん、今度はあの全員が研究会を持った中で、はい、プロジェクターを使って、うん、で拡大して、はい、でまあ、なんとか解読したと、うん、こういうことです。あ、まあ、それの繰り返しみたいな。繰り返しなんですね、はい、そうなんですね。まあ、実際会員さんって何人いらっしゃるんですか。14人です。14人さんね、はいはい。まあ、これ一応見学会みたいな形でね、そうですね、区費のあれですね、区費、はい、あの岩のですね、はい、はい、見学会、まあ、こうやって説明をしたりとか、はい、そうですね、こういう感じですね、うん、そうなんです。まあ、これは結構人数でしたね。そうですね、岩のの人たちが大体30人近くいますかね、はい、だいぶあの来ていただいて、ね、まあ、見ていただいたとこういうわけですね。はい、まあ、年齢的にはあれですか、会員さんって何、年齢的には何歳ぐらいの人が多いですか。最高齢、ね、最高齢が最年少最高齢がですね、はい、88歳。88歳、はい、でもね、はい、今から8年前ですからね、ああそういうことね、88歳でも81歳ぐらいですよねなるほど。で、最年少は65ですか、うん、8年というか、まあちょうど退職した自分が退職寸前というような人たちが、はい、やっぱりある程度あれですかね、こういうあの、うん、多少心得があるような人なんですか。そうなんですね、あの、うん、古文書をね、あの読めないと、うん、ちょっとあの漢字のほかにあの行ほとんどが行書とかあの草書、うん、サラ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 で、うん、あのひらがながですね、万葉がな、うん、サラーって流れちゃうだからね、古文書を少し理解して、うん、でも古文書できなかった人もね、うん、あの我々と一緒にやっていく中で、うん、感覚的に覚える、はい、一生懸命やって覚えるようになる。なるほどね。あれですかね、このあちなみに竹村さんって、お年何歳ですか。現在、83です。83歳。83歳、でも7年前ですからね、うん、75、6。あ、なるほど。から始めました、うん、でもすごいですね。そうですか、うん、なるほどね。これあれですかね、この興味を持ったっていうのはどういうあれなんですか。そうですね、あの、まあ、最初にお話のように、うん、あの俳句自体にはね、うん、あの松尾敦幸さんに教えてもらったんですよ、高校時代。ああ、なるほど。この先ほどの本の先生に、ね、そうなんですね。うん、で、そのあとずっと経ってから、今度はあのここら辺でいくと無臭田の観音さんとか、あ、はいはい、あ白鳥神社とか、はい、ああいうところに俳句の額がありますね、あったんですよ ね、はいはい、これ何なんだろうと思って、うーん、興味を持って、はい、でも全然読めなかった、うん、なんとか読めるにはどうしたらいいかっていうようなことから始まって、うんうん、そういう話をね皆さんにしたら、うん、じゃあやろうかっていうんで会を立ち上げた。なるほどね。あとはあれですね、こういったまあその今そうだね、俳学に行ってるから、これもちょっと見、あ、これあれだね、ちょっと見てもらって、この場所だけ確認しろかな。あ、うん、これあ、これ蓮城寺さん、蓮城寺さん、こういうこれ外にあるんですか。いや、中に、中に蓮城寺の、はい、入り口のところの、はい、なんだろうな、あれ、あ、ところに、あのおかん店、おかん店さんの中だね。そう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 ですか。はい、町歩きセンターここです。はい、蓮城寺さんこちらです、はい、ね、歩いて5分もかかりません。もしあれですね、お参りするときにあったらちょっと見ていただければいいかなというふうに思いますね。はい、はい、じゃあ続いてこちらでございます。こちらはね、増山神社だね。はい、はい、
象山神社町割センターはこちら、象山山がこういうふうにありまして、象山神社、佐久間象山先生の、ね、ところでございますね。象山神社、これ入っていって左側っていう形ですね。そうですね、左側。あれは何でたっけ、絵馬殿。あ、絵馬殿、絵馬殿、そうでした。そうです、そこにあるっていうことですね。そこにあります。これもまたちょっと見ていただければいいですね。そうですね、はい、あのほとんどあのこれもあまりよくはっきりしませんもんですから。あ、しませんか。え、あの解読したあの印刷したものを、うん、あそこの社務所に置いてあるんですか。置くことにしました。あ、これしました。はい、しました。なるほど。はい、続いてこれがですね、花根山神社。花根山神社、はい、象山神社ありますね。佐久間象山先生いますね、はい、でこちら花根山神社っていう形 で、はい、そうですね、これも上にあるってことですかね。ここの、そうですね、上にあります。信州の有名な俳人がほとんどここに方角、してるんですか。してますね。ああ、で特にあの小林一茶、うん、小林一茶もあるんですよ。で宮本古城もあるっていうぐらいでね。ああ、そうですか。私もね、これ一茶がここにあるっていうのを初めて知って、じゃあこれもやはり解読しなきゃいけない。ああ、そうですか。ところが今ね、うん、これ氏子の役員の人たちがね、うん、こんな大切なものを飾っていちゃいけないか、飾るのはちょっと危ないということでね、うんうん、中に入れてあった。入れて。あ、で、ね、そうですか。レプリカをね、ね、レプリカを置いて、いや立派なもんですよ。私もレプリカを置いて解読するようになってますから。ああ、そうですか。ぜひ。じゃあ続いて、これは区碑、はい、これはどこだった。これは岩野ですね。岩野ですね、はいはい、こちらも、はい、これも岩野ですね、はいはい。町歩きセンターはここにあるんですけど、ずーっと道島抜けていきますとね、西女山がここにあるんですけども、西女山こちら岩野のここですね、会津社という形ですね、はいはい。で続いて清野の西女山、こちら西女山ですね。西女山の上ですね。西女山でしたら、はい、ここの西女山っていう形になります、はい。これも西女山は車で行けますので、はい、行けます。もうバッチリですね、はいはい、十分です、はい。一緒に、まあ、はい、見ていただければいいかなというふうに思いますね、はいはい。さて続いてですね、こちらこれですね。これは見ていただければ、ちょっとこれ写真撮ってきてもらったんですけどね、はい、これは実相院のところにありますが、はい、これはね、こういうのも作ったっておっしゃったんですね。そうなんですよ。これ長野市から補助金をいただいて作りました、はい。なるほどね、はいはい。これもですね、表からこうやってね、で撮ってきましたけど、ね、この表、まあ、はい、これが国道になりますけど、はい、その内側がこういう、はい、でその隣がこれ、はい、実相院さんね。実相院、はい。これ町割センターからずっと東の方行ったら、ここに東尾小学校ね、東尾小学校のところに、うん、信号があるんですから、はい、それずっと上がっていってもらうと、左側にこういう大きなものが立ってますね。その中にこういった実相院さんの、実相院さんのね、はいはい、これが、山の井国彦の区、ね、そうですね、はい、という形ですね、はい。まあ、これも解読のあれっていうのは、はい、出てます、出てますね、はい。だそういう形で見ていただければいいかなというふうに思います。あ、それともう一つなんか珍しいのはちょっと、はい、古いの持ってきていただいたこれはどういうあれですか。はい、これなんて勝さんと読むんですよね。勝鹿の勝って字ですがね、で勝さんです。勝、うん、さん、倉田勝さんっていう真っ白が生んだ有名な俳人ですね。お城の真っ白城のところに、はい、区碑があります。あ、あるですか、はい。またじゃあ探していただければいいですね、はい。これがすごいんで、ね、文政2年っていう、文政2年に、はい、この勝山全集を作ったんですね、うん。なるほど、はい。これよく探されましたですね。ああ、そうですね、うん。まあ、こういうのを探してると出てくるもんです。あ、そうなんです。あとはまあこういった形でですね、少しね、いろんな本何冊か、これでもって全部で何冊あれですか。これはね、うん、今ここにあるのは6冊、6冊です、ね、ありますね、はい。こののをまとめたのが今度の今のこれです。ああ、そうなんですか、はい、そうなんです。なるほどなるほど、はい、これでね、はい、はい、わかりました。
あとはあれですかね、まあ、これ今マッスルいろいろとあるっていうことをおっしゃったんですけども、あとまだ解読されてないものは結構たくさんあるみたいですね。そうなんですね、うん、あの肺学はですね、うん、まああと10面ぐらいありますかね。そうですか、ええ、うん、まあ、あともう少し頑張って解読しないといけないですね、はい、でもこれもあれですかね、あの珍しい取り組みなんで、まあ、こうイベントみたいなのも開いてもいいかなと思いますけど、ね、またちょっと考えてみて ね、そうですね、イベントを開いていただいて、はい、ツアーを組んでもらえばありがたいと思います、うん、まあ、今日は本当にあの時間がない中で一通りざーっとやっていただきましたけど、はい、まあ、あのお時間のある限り、はい、ぜひまた頑張っていただいて次のものを探していただければいいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもどうも、お世話になりました。ありがとうございます。三田さん、はい、素晴らしい。え、竹村さん、そうでしょ、高校時代っておっしゃったでしょ、うんうん、すごいね、高校時代から俳句読んでて、うん、もう70年近くさ、すごい ね、今計算しちゃった、計算しちゃった、計算しちゃった、すごいな、計算鋭いですよ、すごいすごい、うん、だからね、奥深い、そうん、だからね、解読なんかできねえ、うん、そんなね、うん、俺たちなんか三田さんもできねえよ。いや、私、できるな、できるでしょ無理、無理でしょ、うん、まあ、到底無理ですよ。そうだからね、もう70年やってるからね、うん、そういうことだね。ってことで、じゃあ、はい、宮坂さん、何にしようかな、はい、ね、はい、10月1日、はい、ね、さっき清野岩野って言ったんですけど、うん、あそこ巡るのよ、うん、そう、いいね、うん、いいでしょ、はい、ね、神社、はい、秋のね、大祭があるんだよ、うん、岩野 で、うん、でそこ行くの、うん、素晴らしい、ね、素晴らしい、だからついでにね、それは俳学っていうか、うん、俳句、ね、俳句、俳学、それは俳、あ、句碑、句碑を見てこよう、あの句碑払う、あ、その句碑じゃない、違う、句碑を見てくる、うん、そうそうそう、見てくるんで、払うんじゃなくて、うん、ね、はい、そういうこと、で、一応まあ参加費1000円で、最上山入り口でね、みんな待ってますんで、ぜひお願いします。素晴らしいね、はい、じゃあ、ということで、ですね、来週は、はい、あ、宮坂さんだわ、あ、私ですか、うん、宮坂さん、 そうだあなたは狙われているっていうのは違うか、私が狙われているじゃないですか。そうですか、そうか、そう、ね、今日はなんか平沢さん見えてるっていうから、あ、ね、ちょっとバトンタッチしますね、平沢さん、あ、うん、どうぞどうぞ、あ、お見えになってるじゃないですか、はいはい、ちょっと来ていただいて、はい、すいません、はい、よろしくお願いします、じゃあもうわざわざおじいただいてすいませんです、はいはい、お忙しいところ申し訳ありませんです、はい、どうぞ、はい、前でいただいて、はい、平沢さん、来週ね、はい、あのお話しいただくんですけれども、はい、何狙われてるね、何が、ね、詐欺です、特殊詐欺ですね、特殊詐欺、はい、あ、特殊詐欺って言われてあれですよね、あのオレオレ詐欺とか、そうですね、知ってるでしょ、ね、あと何かあるんですか、特殊詐欺、オレオレ詐欺とか、還付金詐欺だとかね、あ、そうかそうか、あのお金戻ってきますよとか、で一番多いのはやっぱりオレオレ詐欺ですか、そうですね、うん、やっぱりじゃあ来週はそんな特殊詐欺っていうかオレオレ詐欺と、いや違う、なんだっけ、特殊詐欺ですか、還付金詐欺ですか、還付金詐欺と、あとは何か主なのあるんですか、ですね、うん、主なのものとすれば、オレオレ詐欺、還付金詐欺とか架空請求詐欺っていうのがありますね、それが主な特殊詐欺、じゃあそのような詐欺に引っかからないように、ね、はい、注意することをお話しいただけるんですか、はい、承知いたしました、じゃあ、 あのね、ぜひあのそんな詐欺に引っかからないようにね、来週お話しいただくということで、はい、ぜひ、はい、そんなお話をお願いします、はい、よろしくお願いします、来週をよろしくお願いします、はい、お願いします、それでは来週のしゃべくり待ちをどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。